石巻赤十字病院で行われた贈呈式では、全日空の客室乗務員で仙台市出身の工藤彩奈さんが、スズランの花50本としおり300枚を石橋悟委員長に手渡しました。スズランの花言葉は、再び幸せが訪れるです。北海道の産地から空輸された花は、看護師などの職員に、また励ましのメッセージが寄せられたしおりは一般病棟の入院患者に届けられます。もしかしたら今は辛い気持ちとかになる時もあるかもしれないんですけれども、こういったしおりであったりとか今日お送りしたスズランを見て少しでも幸せを感じていただけたりしたらいいなというふうに思いました。この社会貢献活動は全日空グループが毎年この時期全国の赤十字病院を対象に行っていて、石巻市では震災の翌年から続けられています。